3000円とか4000円ぐらい利益取れて、利益率も 50% 超えにいい商品なので、もうマジで観光ですね今日。両方で6000円ぐらい取れるっていういい商品です。こんにちは、カズマです。はい、今回は鎌倉旅行に来たついでに仕入れも行っちゃおうかなっていう戦法ですね。めちゃくちゃいいわけですよ。多分鎌倉の仕入れとかね、普通に10万ぐらいとかできるんですけど、その旅行しながら仕入れもすれば旅行代ペイできるわけじゃないですか。そうですね。はい、なのでこうやって旅行とか大好きな人はいろんなところに回りながら仕入れっていうのをしていくとかなりいいわけですよ。そういう仕入れをね、今回はね、旅行も兼ねながらね、はい、やっていきたいなと思いますので、ぜひですね、皆さん最後まで仕入れを学びたい方、旅行仕入れを学びたい方は最後までね、見ていってもらえればいいかなと思いますね。はい、で今回はまあ旅行しながらちょっとふざけて仕入れしてるんですけど、ゲームとかおもちゃとか金とか僕得意なんですけど、そういうジャンル別の仕入れとか、はい、あとブックオフとかハードオフとか、そういうチェーンに分けて仕入れしてる動画とかも出してますので、ぜひですね、はい、チャンネル登録してそちらの動画を見ていってもらえればいいかなと思います。それではたまちゃん、楽しんで頑張るぞい。まずはじめにですね、鎌倉こいつ拾いました、ピンクマンパソコンです。ディズニーはパソコンですね。まあこれ何か分かんないと思うんで、ディズニーパソコンと検索してみてください。で仕入れは2450円になりますね。動産はチェック済みで、まあ、ちょっと汚れあるんでね、非常に良いとか無理だと思うんですけど、これそれでも5000円前後ぐらいで売れていくので1500円ぐらい取れるって感じで、この、ね、ディズニーのパソコンのピンクまで竹動いてるんですよね、たまちゃん、はい、ちょっと古いのに動いてるんだよねこれだけね、はい、だからこれ積極的に見ていてもらえればいいかなと思いますね。1500円鎌倉で拾っちゃった感じなので、こういうのをガシガシですね、この店ね、実はね10個ぐらいもう見つかったんですよ。だから全部今から紹介していくので、1店舗で多分2、3枚いくんじゃないですかねっていう感じなので、2、3枚拾ってきました。で、また鎌倉で拾っちゃいましたプレス3ですね。でプレス3、これ結構何回も解説してるんですけども、狙うべきのはでっかいタイプっていうのは20ギガと60ギガです。狙うのは型番で言うと CCH の B と A ってやつですね。でこれ20ギガの B ってやつですね。なぜこれが高いかっていうと、プレス1、2、3できるから値段が上がってるっていうような感じですね。でこれ見てみると、見てください、7920円の 10% オフ、LANケーブル欠品ですね。LANケーブルとかって100円で買えるんで、これ大体7300円とか7200円ぐらいで、まあ、シールができるっていうような形になりますので、で14980とかこれ貼っときますね。で派遣はもちろん動いてるんですけども、で売れるので、まあ、5000円から5500円ぐらい利益が取れるという商品になりますので、こういった商品ですね、5000円拾いました。こちら見つけましたね、キティちゃん、ハロハロキティの、そんな分かんない、分かんない、ハロキティのミシンですね。俺の娘がキティちゃんのポップコーンの機械、そう、あれ、そう、あれ、その時流れたのが覚えちゃん、あとサンリオピューロランドも行ったし、インスタ見てください。そういうちょっとプライベートのことはインスタ載せてるんで、インスタリンク貼っときますか、概要欄ぜひ見てください。プライベートかなり載せてます。あんま興味ないと思うけど。で話を戻していくと、キティちゃんですね、これ利益商品なんですけども、仕入れ3080円ですね。これまあ6000円前後ぐらいで売れていくんで、1700円とか、まあ、2000弱ぐらい利益が取れるというような商品なので、ミシンも利益商品多いんですよね。まあ、ミシンとか得意な方、女性の方、まあ、20% しかいないんでね、女性の方でミシン好きな方とかいたら、結構ミシンも利益商品多いんで、詳しい方は見ていてもらった方がいいですね。まあ、特にジャヌメとかね、ブラザーとかね、有名メーカー見れば結構あるんで、ぜひですね、ミシンとかも仕入れていってもらえればいいかなと思います。はい、こちら見つけましたね。プリンターになるんですけども、これキャノンのプリンターです。プリンターはまあ結構ね、仕入れてる方多いと思うんですけども、まあ、ちょっとでかいんですけどね、プリンターって利益商品めっちゃ多いんで、しっかりと見ててもらいたいですね。あとプリンターとかはインクの残量とかも結構大切だったりするので、怖い方はインクの残量とかも見せてもらうといいかなと思いますね。これですね、これ 14,980 円で売れるって感じですね。で仕入れが 9,680 円って感じで、 2,3,000 円ぐらいしか取れないんで、ちょっと薄利なんですよ。ちょっと薄利で、しかもでかいじゃないですか。まあこれ割と小型のプリンターですけどね。なんですけども、これまあなんで仕入れようかなと思ったかっていうと、派遣は動いてるじゃないですか。で出品者いないんですよ今。だからこの派遣の割に出品者いなかったら、まあ即売れするんですよ。なのでもう1週間とかで売れていく商品なので、まあこれ買っていくって感じですね。逆にこれが出品者が20人30人いたら、ちょっとこの利益でこの大きさで仕入れはしないかなっていうような感じになるので、まあ派遣はもちろんなんですけども、出品者っていうのはしっかり見ていくと、売れ行きっていうのがまたさらに深く分かってくると思うので、ぜひですね、そういうところを見て仕入れしていってもらえればいいかなと思います。はい、またもう一個見つけちゃいましたね。さっきのプリンタープラスこれなんですけども、これ何かっていうと富士通のスキャナーになりますね。でこれ 13,800 円とかで売れて、仕入れが見てください、7480円っていう感じになりますね。なのでこれまあ4000円から4500円ぐらい利益取れる商品になるので、こういうスキャナーも利益商品多いんですよ。まあ、パソコン周辺機器、こういう、まあ、プリンターとかスキャナーとかってここら辺一体になってることが多いので、あとルーターとかですよね。そういうのは利益商品かなり多いので、見ていった方がいいです。で最初何から見ていけばいいか分かんないという方は、もうメーカーを覚えていってください。まあ、例えばスキャナーとかだったら Amazon とかでスキャナーって検索するわけじゃないですか。そしたら1ページ目上位に出てくるのってもう決まったメーカーなんですよ。基本的に有名メーカー、プリンターもそうですね。プリンターで検索すると決まった有名メーカーも決まってるわけですよ。エプソンとかキャノンとか、そういうブラザーとか決まったメーカーなので、そこだけを頭に入れていく。ルーターとかだったらバッファローとか IOD
ターとか NEC とかって、ね、決まってるわけですよ。あと Amazon で出品できるかできないかだけちゃんと確認した上で有名ところをリサーチしていけば効率化、リサーチの効率化も図れると思いますので、最初は、まあ、まず第一歩としてですね、そういう仕入れの仕方をしていってもらえればこういった利益商品というのは見つかってくると思いますので、ぜひですね仕入れてください。鎌倉で4500円拾ったという事例でした。はい、あと3つですねプラス仕入れてきたんですけども、これまずたまごちですね、たまごちミーツのブルーになります。これ9980円ぐらいで売れて、まあ、3900円とかかなぐらいの仕入れでしたね。でなんか後ろのカバーがちょっと難ありみたいなの書いてあったんですけど、全然難ありじゃなかったですね。試したのにたまごちってここになんかねペンみたいなのをこうやってね刺して開けるんで、それがちょっと分かんなかったみたいで、全然難ありじゃなくてラッキーって感じですね。多分その分割引入ってたのかもしれないですけど、でまあ4000か5000ぐらい利益取れるっていうのがまずこの一つ目ですね。次がこれですね、ニューニンテンドー 3DS で、これもあの箱なしで 10% オフになってましたね。出しときますね、写真撮ってあるんで。8000ぐらいかな仕入れ、8000ぐらいの仕入れで、まあ、1万3000円とか1万4000ぐらいで売れるって感じなので、まあ、これも3、4000ぐらい取れるというような商品になります。もう一個がニュー 3DSLL ですね。これちょっと売り場の写真忘れちゃったんですけど、12100円の 30% オフになってましたね。で 30% オフになってる理由はちょっと傷ありですね。でもまあ全然綺麗でした。綺麗、まあ別に良いとかで出してもいいんですけど、全然綺麗だったんですけど、まあ傷ありっていう感じと、あとは AR カードの欠品ですね。 AR カードはまあ100円とかで保全できるんで全然 OK。 それで 30% 入ってるのはちょっと珍しいんですけど、仕入れがまあ8300円とかかな、ちょっと載せときますね。でこれも3、4000円ぐらいですね、利益が取れるという商品になってきますので、かなり良かったですね。でこの店舗全部で9個10個ぐらい仕入れて2万5000から3万ぐらいっていう感じなので、まあブックオフ1店舗目ですね。鎌倉のこのブックオフバザーで3倍の ATM ですよ。もうぜひ皆さんブックオフ ATM 化していってもらえればいいかなと思いますので、こういう感じで仕入れをしていってください。はい、お参りに来ましたね。鎌倉の神社にねお参りに来たんで、いっぱい仕入れて稼げるようにお参りしに行きたいと思います。今から、はい、お参りします。もうマジで観光ですね今日。楽しみ。でも観光しながらね拾いまくって ATM、うん、ATM から ATM 巡り炎上すんぞATM 巡りしてね、こうやって旅行しながら仕事もできるんで最高ですよこれ。確かに、あの旅行好きな人、全都道府県回りながらやってる人とかいるんで、うん、そういうのもできるんで、ぜひね仕入れを極めてほしいですね。だいたいねでも1日で10万円とか仕入れできれば、むしろどこでも行けんじゃない。旅行沖縄でも大丈夫だもんね、回収できるもんね。そうだね、飛行機使ってもね、うん、ホテル泊まってね。鎌倉文化館黒川ミュージアム行こうぜ。大河ドラマ館っていうのがありますね。はい、ランチに行きました。しらすのうどんですね。鎌倉しらすのうどん来たので、ぜひ食べていきたいと思います。汚ねぐちゃぐちゃにして、僕らはこんなに綺麗に食べてるのに、たまちゃんぐちゃぐちゃです。あー、美味しそう。はい、はい、こちら見つけましたね。今どこに来てるかというと、鎌倉にあるとことん買い取りますのワットマンに来てますね。ワットマンも意外とね仕入れ商品あるんですよ。これ見てください、プリンター、エプソンのプリンターで8118円仕入れになりますね。これとか今1万6800円出てるんで、まあ、そこで売れれば5000円ですね。でもまあ1万3800とか1万2800円ぐらいかな、まあ、落ちたとしても3000円ぐらい取れるんで、まあ、落ちてもしっかりと売れていくかなって感じですね。まあ、はっきりそこまで良くないんですけど、出品者はそんなにないんで、まあ、そこまで売り上げ悪くないかなっていうような商品になりますね。ワットマンはね何でも仕入れられますね。まあ、プラスでまたルーター見つけたんでそれも紹介するんですけど、ゲームとかも知られますし、割と幅広く知られますね。でもワットマンは多分ここら辺の知識しかないんで、そうでもまあ3年ブックオフとかと変わらず仕入れっていうのはやっぱりどこでもできるかなっていう感じはしますので、ぜひですねこういう地元の店舗とかもあの仕入れがしやすい店舗ってあると思いますので、そういうところで仕入れもしていってもらえればいいかなと思います。ワットマンでね2つまた見つけちゃいましたね。まあこれも前も紹介したことあるんですけど、有名なルーターですね、この NEC ので、これ同じように見えるんですけど、あのちょっと違うんですよ。で仕入れが見てください、990円ですね両方とも。でこれ何が違うかっていうと、ここにこれがついてるのとついてないのがあるんですよ。これとこれで金額変わってくるんで、ここ気をつけてください。でこっちだと、まあ、5500円から5800円ぐらいで売れて、これはまあ5000前後ぐらいって感じですね。5000円から1000円ぐらいちょっと高くこっちは売れるので、まあ、両方で6000円ぐらい取れるっていういい商品ですね。しかもこれ超高回転なんですよ。そんなに出品者もいないですし、あの売れ行きもかなりいいんで、まあ、派遣ももちろん買っとくんですけども、かなり売れ行きもいいんで、このねルーターぜひ見て、これ覚えておいてください。じゃんこれね、ぜひですね仕入れていってもらえればいいかなと思います。6000円の5000円で、ここで1万1000ワットワンで1万円拾った。はい、こちらですね鎌倉焼き、鎌倉焼き抹茶あんま好きじゃないんですけどねうまいかなと思ってちょっと買ってみたんで、これ食べていきたいと思います。はい、どうですか。うん、うまい。本当抹茶の味しないよ、あんま。え、普通にうまい。マジで、うん、うわー、お前買えばいいのに。おしゃれなお店だったもんね。うん、これはうまいですね普通に。これね、うん、
はい、ブックオフバーザー来たんですけど、そんなのブックオフバーザー来たんですけど、これ見つけましたね。 Wii U プレミアムの黒ですね。プレミアムセットの黒見てください。4950円の 20% オフで、これなんで 20% オフになってるかというと HDMI 欠品ですね。で、4950円の 20% オフなので、まあ4000円ぐらいじゃないですか。で、 HDMI 300円ぐらい買えるんで、300円に付け足したとしても4300円仕入れになりますね。これとか、まあ、9000円前後ぐらいで売れていくので利益3000円取れるという感じなので、こういうゲームは割引率入ってるやつ狙うのと、 Wii U とかも結構安いの多いんですよ。なので積極的にですね、こういうのを見ていてもらえると利益商品とかも見つかってくると思いますので、ちょっと重いですけどね。タマちゃん、エーサー発作してください。エーサー発作しますちょっと重いですけど、まあ、タマちゃんに運んでもらうと思います。ブックオフの小型店ですね、聞きました。2つ仕入れてきたんですけど、まず1つ目これですね。これがディズニーのパッドになりますね。これメルカリでこれ出してきます。3500円ぐらいで売れるんで、まあ、1500円以上利益が取れるというような商品ですね。こういうのも、まあ、ブックオフのそんな大きくない店舗なんですけども、ちょろっとおもちゃが置いてるっていうような感じで、こういうのも見つかったりするので、ぜひですね、そういうところも見てもらえればいいかなと思いますね。で、もう一つ目はこれですね。ニューニンテンド 3DSLL ですね。で、これが 20% オフになってましたね。ちょっと傷ありで 20% オフになってるのと、内箱がなしですね。20% オフになってるんですけども、まあ、全然綺麗でしたね、普通に見たら。ほとんど見当たる傷がないっていうぐらいいい商品だったので、これ買ってきたって感じですね。で、これ貼っときますね、実際レジンのやつ。これまあ14800とか今ちょっと上がってていけるので、そのぐらいに売れて、まあ9800円とかかな、仕入れが。そんなもんだったので、まあ、3000円から4000円ぐらい利益が取れるというような感じで、もちろん履きもバキバキな商品になってきますので、こういうのもぜひですね、箱付きで傷がそんなにない商品になりますので、こういうのも仕入れていってもらえればいいかなと思います。はい、ブックオフプラスに来たんですけども、ちょっと おもちゃコーナーあるお店ですね。これ見つけましたね。アンパンマンのワクワクタウンですね。これ見てください。750円仕入れって感じですね。まあ、750円仕入れで、これ箱やばボロボロなんで、多分まあ、非常には絶対無理ですね。良いとかかとかになってくると思うんですけど、まあ、4800円とか5800円とかで売れるんで、で、まあ、3000円とか4000円ぐらい利益取れて、利益率も 50% 超えにいい商品なので、アンパンマンのこういうのって結構ね、プレミアになってるの多いんですよ。もう新品1万円以上になってるんで、なのでこういうのをあの頭に何個か入れておくと、かなり仕入れはしやすくなってくると思うので、ぜひですね、こういう安いトイのジャムを見つけて仕入れていってもらえればいいかなと思います。はい、こちら見つけましたね。でブックオフバーザー今来たんですけども、これ CD レコですね。前も紹介したことあると思うんですけど、これ5280円で激安ですね。で、今ちょっとアマゾンも上がってるんで、まあ、9000円前後で売れるので2500円ぐらい利益が取れるっていう感じですね。こういうこれまあ CD レコって何かというと、あの CD からスマホに音楽を入れるってやつですよ。これとか、あのかなりこういう商品って利益商品多いので、ぜひ CD レコっていうのを見つけたらですね、積極的にリサーチしていってもらいたいかなと思いますので、 IOD だとバッファローですよね、基本的にね。たまちゃん、はい、そこら辺を返事やべえなそこら辺を積極的に見てもらえればいいかなと思うので、ぜひですね、 CD レコ見たらリサーチしてみてください。はい、こちら見つけましたね。このプリンセスってやつなんですけど、これめちゃくちゃあのおしゃれな鉄板みたいな感じですね。で、これいっぱい置いてあるのに全然値段違うんですよ。全部見てください。これ1780円だし、でこれが仕入れ商品なんですけど4180円で、これとかが1万70円ですよね。これちなみに偽物ですね3080円なんですけど、でこれ、まあ、9800円とかで売るように3000円ぐらいですね、利益取れるっていう感じなので、同じ商品でもこんだけ値段違うわけですよ。なのでしっかりとそこら辺リサーチしてやっていってもらえれば、あの利益取れるかなっていうような感じになると思います。はい、こちら見つけましたね。マキタの掃除機になるんですけども、これ1万1800円とかで売れて、仕入れ見てください、6380円になります。でこっち同じ商品なんですけど8580円って感じで、同じ商品でも結構値段に超えて違ったりするので、しっかりと見ていてもらえればいいかなと思いますね。これも利益も3000円近く取れるような商品になってきて、まあ掃除機とかも利益商品多いんです。これはちっちゃくていいですね。なのでこういう商品いいんですけど、まあダイソンとかも取りやすいですし、でも出品規制は気をつけてください。ダイソンとかマキタはね、割と最初から出せたりするよね。で割とアカウントにもよりきりだと思うんですけども、割とそのランキングもめっちゃ高いんですよ。マキタって7位1桁です。なのでこういう、これ即売れだよね、もうね、即売れのこういう商品とかもかなりあるんで、掃除機ですね、毎回まあ説明をしてますけど、私何なんだっけあれ、丸めこちゃんじゃない、こまめちゃんとかもあるんで、そういうのもねちょっとマニアックですけどね、前の動画で、多分だいぶ前の動画で、あ、そうなんだ、だいぶ前の動画で出してるんですけど、そういうのとかもあるので、ぜひですね、掃除機も、あの掃除が得意な方、掃除が得意ってことはやっぱ掃除機も詳しいと思うんで、やっぱ自分のね詳しい分野から行くっていうのがやっぱ大切になってくるんで、ぜひですね見ていってもらえればいいかなと思いますね。ということで、たまちゃんは掃除が得意ということで、お掃除おい、お前好感度上げんなではさようなら。こちらエレコムのキーボードになります。でエレコムのキーボードの中でも、このここにマウスみたいなのがついてるような感じですよね、というキーボードになりますね。でこれとか昔、今ちょっとアマゾン上げてきてるんですよね。でも昔の値段であっても5キッパで売れるんで、それでも1500円取れるし、上がってる今の金額だったら、まあ6キッパぐらいで売れていくと思いますので、2500円ぐらいですね、利益取れるというような商品になってきますね。ぜひですね、こういうエレコム多いんでね、割と最初から出せたりとかするので、ルーターとかもかなり利益商品多いので、積極的にエレコム見つけたらリサーチしていってもらえれば、利益商品というのは自然と見つかってくると思いますので、見てみてください。はい、いかがだったでしょうか。はい、今日は鎌倉旅行のついでに、まあ仕入れをしてきたっていう感じですね。はい、仕入れがメインですけどね、はい、かなりまあ仕入れの金額もいったと思うので、こんな感じでこういう旅
行ついでにね仕入れするとか最高ですよ。やっぱり回収できるわけじゃないですか、うん、全部。今日まあ大してお金使ってないですけど、帰りはなんと松屋に行ってきたっていうね、はい、美味しいハンバーグを食べました。松屋のハンバーグマジうまいんで皆さん食べてください。安いです、700円とか。あれね、ドレッシングね。ドレッシング、そう、僕の大好きな人参ドレッシング。これインスタで人参ドレッシングどこで買えるんですかって募集したのに誰も答えてくれなかったんですけど、200円で10個買えるんですよ。これ人参ドレッシングって言って人参の味しないんで、マジで。めっちゃ美味しかった、初めて食べた時。マジで美味しいんですよ。食べてほしいですね、一回。人参の味しないんで、はい、そんな感じで。人参ドレッシングメインじゃん。やべえじゃんね。まあ今回もね、こういう感じで、まあイメージしてほしいですね。こういう旅行に行きながら仕入れもできるんで、人生のその生き方の幅が広がるって話になるわけですよ。これが別に沖縄行ってもいいわけですよ。沖縄行って10万円分仕入れて帰ってくるとか、まあ沖縄飛行機だからちょっと持って帰れないかもしれないですけど、まあ車で行けるところとかだったらそういうのも可能になってくるんで、結構旅行が趣味とか、そういったいろんなところに行くのが趣味な方とかっていうのは、その人生の生き方でそういうのが好きだったら、その背取りを取り入れることでそういう生き方をできるっていうのが分かるわけじゃないですか。そういうのの参考にしてくれたら一番嬉しいですね。プラス、まあ利益商品とかも紹介してるんで、そこも参考にはしてもらいたいんですけども、仕事は所詮手段なので、人生を豊かにする手段が仕事なので、その手段を何を選ぶかっていうのが大切なわけじゃないですか、はい、だからぜひですね、そういった自由に行きたい方、いろんなところに行きたい方っていうのは、背取り店舗仕入れっていうのはかなりね、はい、面白いので、参考にしてやっていってもらえればいいかなと思います。それでは今回は終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。